モニターからさって50代以上モニター専門家モニキャンです。皆さん、お正月といえば何を想像しますか？そう、福袋。今年はご時世や諸事情があって秋葉原にね繰り出せなかったんですが、それでもね、やっぱり正月といえば福袋開けたいじゃないですか。本当はね、秋葉原の意味のわからない闇の福袋開けたかったんですが、それはね、来年落ち着くまでお預けということで、今回はね、ネットで福袋購入いたしました。ところでモニターめちゃめちゃ買いあさってるモニケン、モニター以外のゲーミングデバイスについてはちょっとね、メーカーが偏ってます。具体的に言うとロジクールが多いです。キーボードやマウスも今使ってるのはロジクールですが、せっかく YouTuber をやってるのに一つのメーカーしか使わないのってもったいないですよね。どうせならこの世にある全てのメーカーを使いたくないかと僕の心の中のジャバウォックが語りかけてきて、気づいたら Amazon でレイザーの福袋ポチっちゃってました。18万円の福袋もあったんですが、それはね、僕がポチろうかなと思った時にはもう売り切れてました。というか今回ポチったやつ以外はもう全部売り切れてた。こいつもね、キャンセル待ちで運よく書いただけです。福袋ガチ勢やばい。そんなこんなで待ちに待ったレイザーのゲーミングデバイス福袋5万円届きましたので開封していきましょう。こんながっつり一気にいろんなデバイスを開けれるのは久々なので、ちょっとテンションが上がっております。楽しいな、おい。じゃあまずね、こっちのね、小さい方から、ま、でかいのはちょっと後回しでいきましょう。多分ね、これ中1個ですね。よいしょ。来たね。一番のメインが一番最初に来ちゃった。レイザーマンバ&ファイアフライハイパーフラックス。何かというとね、まあ、見ての通り、マウスとマウスパッドのセットです。ただ、このマウスパッドね、ただのマウスパッドじゃないんですね、もちろん。なんと、このマウスパッドは、ワイヤレスマウスをワイヤレスで充電できるマウスパッドなんですよ。中にもね、結構しっかり高級感がある感じ。いいね。マウスかっこいいですね。やっぱレイザーのこのさ、マークかっこいいよね。あ、ホイールも結構回しやすいな。思ってたより回しやすい。いいですね。使いやすそう。ここのボタンは、あれかな ?DPI かな ?DPI じゃなかったら、あんまり使わないな。サイドボタン2つだけで十分かなっていう感じ。あ、持ちやすい持ちやすい。つまみ持ちっていうか、つかみ持ちに良さそうな感じですね。ちょっと、ジープロより重いかなっていうところ。まあ、最近だとね、レイザーのマウスだと、バイパーとかは、の方が人気だと思うんだけど、バイパーアルティメット。まあ、マンバもね、俺は悪くないと思います。あ、これはあれですね。ワイヤレスマウス用に、まあ、PC と繋げる部分ですね。こいつで充電もできるけど、けどですよ。まあ、やはり、メインは、こっちですよね。何かといえば、マウスパッド。しっかり、硬いね、やっぱ。このマウスパッドを使うことで、ワイヤレスマウスをワイヤレスで充電できるので、こいつの上でマウスを使ってる限りは、無限に使い続けられると。そういうことですよ。こいつが電源から電気を持ってきて、こいつが電気を吸収して回復。永久機関が完成しちまったな。これでノーベル賞は俺のもんだぜ。ワイヤレスマウスが充電から解放される。つまり、ゲーム is infinity, マウス is god。一応ね、ロジクールとかにも同じようなのありますね。G プロの専用のマウスパッドを使うことで、無限に使えるっていう。で、このレイザーのマンバマウスなんですけど、マウス自体はね、2年前くらいからあるやつなので、そんな最新っていうわけではないですね。まあでも、マンバ自体も別に悪いマウスってわけじゃないので、最近はね、さっきも言ったけど、バイパーアルティメイトとかの方が売れ筋だけど、十分ね、いいマウスだと思うんですよね。ちなみに、撮影時だと、マウスとマウスパッドのセットで、だいたい3万4千円くらい。ただ、セールとかのタイミングで最安値で買えれば、2万5千円くらいなので、もうめちゃめちゃにお得ってほどではないかもしれない。Amazon のレビューを見ると、なんか切断があるっていう話もあるので、動画の最後で実際にゲームをしながら動かしてみようと思います。ゲーム中にね、切断が起きたら致命的なんで。あと、このマウスパッドね、結構なんか、滑りがいい感じ。めっちゃ、スッスッスッって動く感じですね。僕が普段使ってるのって、スティールシリーズのマウスパッドなんですけど、まあ、それとは結構質感が違う感じですね。まあでもね、これはこれで楽しみですね。使い心地が。さて、続いてはこっちのね、ドデカダンボール行ってみましょうか。まあ、何入ってるか分かってるんですけども、それでもね、やっぱこういうでかいダンボールを開けるだけでもね、ちょっとテンションが上がりますよね。ででん。おー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 。まあね、一個ずつ行きましょうか。はい、行きました。ブラックウィドウ V3 天気です。天気です最高。やっぱね、ゲーミングキーボードは天気ですが至高。ゲーム中にね、天気なんて使う機会ないですからね。で、グリーン軸なので、ま、一般的なキーボードの青軸に近いタイピング感ですね。僕が使ってる G プロと同じ感じ。僕はね、青軸好きなので、かなり嬉しいです。あれ？ただこれ、
日本語配列じゃないな。日本語配列だと思って買ったんだけどな。ちょっとこれは予想外かもしれない。最近のゲームってやっぱりチャットとかも打つから、キーボードはね、日本語配列が、日本語配列でした。外箱のね、ビジュアルは英語配列。このエンターキー小さいし、三角切り替えとかも英語配列になってるんですけど、実際ね、中を開けてみたら、しっかり日本語配列ですね、これ。見てください。しっかりと大きな大きなエンターキーに半角切り替えも日本語です。やっぱね、日本語配列の方がタイピングしやすいので素晴らしいと思います。デザインは真っ黒でキーにひらがな印字がないです。まあ別にね、ひらがな印字とか必要ないのでない方がかっこいいかなって。で、高さ調整もね、2段階ありますね。立てない状態含めたら3段階かな。でも青軸寄りの感じですね。ちょっとでもあれかな、キートップが滑るかな。慣れれば気にならないかもしれないですね。結構音はデカめ。でもいいですね。いい打ち心地。気持ちいい。あとはまあ説明書が入ってるぐらいですかね。もちろんゲームモードも搭載してるので、スタートキーとかをね、オフにすることも可能です。このブラックウィドウ V3 のテンキーレスモデルは2020年の8月末に発売したばかりなので、結構ね、最新のモデルです。発売して半年ぐらい。結構ね、気になったキーボードなので、普通に嬉しい。最近は G Pro X の青軸をメインで使ってるので、同じ青軸系列のテンキーレスキーボードとして、どう違うのか比べてみたいですね。そして3つ目、レイザーの人気ヘッドセットシリーズ、ブラックシャーク V2。有線バージョンですが、USB サウンドカードが付いているので、めちゃめちゃ優秀なヘッドセットです。なんと、APEX のオーディオディレクターが、これを使うことで、敵を追跡しやすく、銃撃戦に対応しやすくなるっていうね、コメントをレイザーの公式サイトでしてるくらい、有用なヘッドセットです。いや、これね、気になったんですよね。いやー、使いたかったやつが来たー。ありがてー。もちろん、7.1 チャンネルのサラウンドに、ノイズキャンセリングマイク、USB サウンドカードも付いてるので、普通にね、FPS でゴリッゴリに使えるヘッドセットになってます。プロマイドが付いてきますね。かっこいいけど。まあ、個人的にはね、ヘッドセットは無線派なので、上位モデルのレイザーブラックシャーク V2 Pro の方がね、欲しかったっちゃ欲しかったんですけど、これでも十分嬉しい。すごい。袋詰めされている。なんだこれは。むしろこれが一番福袋感あるぞ。もしこれがめちゃめちゃ良かったら、プロも買うかもしれない。中もさらに袋詰めされてる。めちゃめちゃ厳重。いいね。最高だ。おー。なるほど。いいですね。かっこいいですね。やっぱレイザーのさ、緑と黒のカラーリングかっこいいよな。いいと思う、これ。しっかりしてるね。これマイクは今外れてるのか、デフォルトは。どうよ、これ。いいですね。僕の七三分けが映えますね、このヘッドセット。ちなみにここを狙うとクリティカルが出ます。ここね。僕もまだ実際ね、使ったわけじゃないので、いまいち機能は把握しきれてないんですけど、USB サウンドカードが付いてるので、サラウンドっていうのは、まあ、どこから音が聞こえてるかっていうことなんですけど、7.1 チャンネルサラウンドなんで、擬似的に後ろとかから音が聞こえるのがわかるんですけど、その位置をね、調整したりもできるっていう、結構ね、面白い機能です。まあ、そのあたりはね、こいつの個別レビュー動画を撮って紹介したいなと思ってます。Amazon で買うと、だいたい1万3000円くらいですね。だいたい1万8000円くらいがメジャーだと思うので、少しいいやつって感じですね。いや、これは嬉しいですね。テンション上げ上げだぜ。はい。そして、最後に登場するのはこちら。なんだこれはと皆さん思ってると思います。何かを知ってる僕ですら、若干なんだこれはと思ってます。その正体は、こちら。レイザーのロゴがね、かっこいいんですけど、何これと。はい。答えは、キーボード専用のバッグ。まあね、見た目はかっこいいんですよね。スポーティーな感じ。こういうこと？はい。どう？見える？かっこいい？これ。かっこいいかな？もう悪くないと思うんですけど、ここにキーボードを入れて、もうこんなガッツ装備して持ち歩く機会があるかって言われると、僕はないかもしれない。でもね、せっかく当たったのに使わないのももったいないので、スーパー銭湯とかに行くときにね、おしゃれにこいつにブラックウィドウ V3 テンキーレス入れて、でね、ノートパソコン持ってって、もう接続しちゃおうかなと。まあ、ゲームやるわけじゃないんですけど、使いたいんだけどな。使うタイミングあるかはちょっと怪しい。ちなみに、お値段なんと約5000円します。一応中も見てみるか。せっかく当たったんだしね。結構硬い。こんなのね、持ってる人、結構良くない？思ったよりいいぞ、これ。ブラックウィンドウ入れてみます。ここに入れるのかな？こういうこと？ここに入れるのか。こういうこと？確かにすっぽり収まってる、この中に。ほら。すっぽり収まって、
で、こっちの空きスペースとかにマウスとかがぶつかっちゃうかな。でもクッションがね結構しっかりしてるんで、安全に持ち運ぶっていう意味だと、まあ、かなりねしっかり持ち運べると思う。適当なカバンに入れてキーボードを痛めたりとかしないから、思ったより使い道はあるかもしれない。あ、全然いいね。めちゃめちゃ安心感があります。高いキーボードをね頻繁に持ち運ぶっていう方はまあありかもしれない。多分個別レビュー動画は撮りません。尺がない。というわけでレイザーの福袋5万円、中身はブラックウィドウ V3.10Q です。マンバプラスファイアフライ、まあ要はねワイヤレスマウスをワイヤレスで充電できるマウスパッド、そしてブラックシャーク V2、 めちゃめちゃいい有線ヘッドセットで、キーボードケースと、このね4点セット。まあマウスパッドとマウスを別と考えれば5点セットって感じですかね。まあなかなか圧巻ですね。まあ大体値段としては1万円くらいで、1万3000円の5000円の、まあ2万5000円から3万5000円。ちょっと値段がね結構上がり下がりするんで、間取って3万円だとして考えるなら、まあ、ちょいお得ぐらいですかね。キーボードケースともうちょっとプラスかなっていう感じですね。まあ中身自体は非常にいい製品ばかりだったので、僕としてはねいい買い物ができたんじゃないかなと思ってます。なんかね、こう、一つのメーカーで揃えるといいですね。これで僕も、レイザー信者、名乗っちゃっていいんじゃないでしょうか。いや、まあ、他社製品も使いますけど、レイザー専門家、目指しちゃおうかな。このね、緑と黒のカラーリング、結構好きなんですよね。かっこいいよな、これ。かっこいいよな。なんつうか、ミケランジェロの彫像のようによ。まあ、せっかくなんでね、こいつら、全部使って、今からゲームやってみようかなと思います。というわけで、実際に1時間くらい、レイザーフルセットでエイペックスをやってみました。一番最初に思ったのは、ブラックシャーク V2 ヘッドセットの定位感がめっちゃいいですね。とりあえず使ってみるのが目的だったので、サウンドカードとかの設定は一切してないんですが、これでも十分エイペックスを快適にプレイできます。グレートですよ。こいつは。マウスは普段使ってる G プロに比べるとちょっと大きいんですが、30分くらい使ったら違和感はあまりなくなりましたね。ただ、僕はつまみ持ちなんですけど、サイズ感的にね、つまみ持ちより、つかみ持ちの人の方が合う気がしました。そしてマウスパッドは、ちょっとね、滑りが良すぎるかもしれないです。普段使ってるスティールシリーズに比べると、なんかツルツルしてましたね。あと、マウスパッドの外で、マウスが反応しないのは驚きました。そういう仕様になってるとは思ってなかったので。まあ別にね、不自由はないと思います。あと、1時間くらい使いましたけど、マウスが切断されるってことはなかったですね。特に問題なく、快適にゲームプレイができました。そして、最後は、ブラックウィドウ V3 のキーボード。こいつはね、タイプ感は青軸に近いんですけど、やっぱり青軸とは若干違いますね。30分くらい使ったら、結構慣れてきたけど、マウスよりも違和感が強めでしたね。反発性があるっていうか、なんかちょっとキーが重いのかな。このあたりはもう少し使い込んで、個別レビューするときは、青軸との細かい比較もしたいですね。というわけで、Amazon のレイザー5万円福袋開封動画でした。まあね、金額的には、めちゃめちゃお得っていうほどではなかったんですが、使用感としては満足度がね、非常に高かったですね。特にヘッドセットは、初期設定でもね、定位感バッチリで、音質も良かったので、かなりいい買い物の予感がビンビンします。これにね、さらにサウンドカードで色々設定ができるので、まだまだ楽しめそうです。マウスとキーボードはね、もうちょっと使い込んでみないとわからないですね、正直。まだね、体に染み込んでないこいつらが。ただ、その段階でも、使い心地は結構良かったので、製品自体の質がいいのは間違いない。ゲーミング PC を買って、これからゲーミングデバイスを揃えようっていうタイミングで、このね、福袋を買っていたら、僕もレイザー信者になってたかもしれないですね。そして、来年はもっとね、福袋を購入したいですね。特に、中身のわからないゲーミングデバイス福袋。これを買いたい。というか、今回の福袋ね、満足度が非常に高かったので、来年はもっと高いやつ、買っちゃいたいですね。10万円とかの、求めるのはロマン。今回、福袋から出たヘッドセット、キーボード、マウス。これらの製品で使い込んでみてええやんって思ったものは、個別レビュー動画も上げる予定なので、お楽しみに。まあおそらくね、時間はちょっと空いちゃうかもしれないんですけど、キーボードケース以外は、個別レビュー動画上げると思います。まあこいつはね、この動画で魅力を紹介できたと思います。はーい。それでは、そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後に、この動画良かったな。参考になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。 See you!